10月6日、ダイハツがジャパンモビリティショー2023に、出展する5台のコンセプトカーを発表しました。早速、気になるモデルから紹介です。ビジョンコペンまずはコペンのコンセプトモデル。初代コペンのデザインや電動開閉ルーフのアクティブトップを継承しつつ、なんと FR モデル、現行モデルは FF になっています。<laughs> そして排気量は計 660cc ではなく 1.3L エンジン。CN 燃料、CO2 と水素から作られる合成燃料を想定しているとのことですが、仮に市販化されるとすると、通常のガソリンエンジンに置き換わりそう点々。FR 用トランスミッションはどこから調達するのかなど。 実現に向けてのハードルがいろいろありそうですが、車好きとして期待したい一台。ボディサイズは全長3835、3395、かける全幅1695、1475をかける。全高1265、1280ミ、mm、リメートル、ホイールベース2415、2230、 ミリメートルと、一回り以上拡大するため、実用性も期待できそう。低くワイドなボディに長いノーズという、いかにも FR らしいプロポーションがナイスです。m ー m を MI も、機能も含めてモジュール化された内外装を組み替えることで、デザインだけでなく車両形態の変更まで可能にする。 車を作り方から変えてしまうコンセプトカー。オーナーのライフステージに対応して変化させることで、長く使えるサスティナブルな車を実現するとか、全長 2955× 全幅 1475× 全高 1590mm、ホイールベース 1985mm とボディサイズは、 トヨタの超小型 BEV、C ポットより少し大きいぐらいのサイズ感です。ユニフォームトラック、ユニフォームカーゴ。使いやすさなど働く車の原点を追求し、多様な働き方や用途に対応する未来の軽症用車。移動店舗で活躍する BEV ならではの外部給電機能や、 ユニフォームトラックに積載する未来の2箱、2箱。ダイハツが始めた軽トラックと、荷台にセットする移動販売空間のレンタルサービスなどを設定。使いやすく、清掃しやすいフラットなキャビンや荷室。着脱可能な内外装パーツの採用で多彩なアレンジが可能になっています。お散歩、お散歩。 お散歩気分で身近な自然をスローに楽しむコンパクトなオープンカーで日常にスローな価値を生み出す軽状用 BEV 独特の脱力感は確かにお年寄りが乗っても様になりそうです以上、磁気コペンの実現度が微妙に気になるところではありますがジャパンモビリティショーでコンセプトカーに会えるのが楽しみになってきました